はい、皆さんおはようございます。池林秀子と池端秀幸です。まあ、18歳の頃からね、実は自動車学校の教員をしてましてですね、まあ、学校の先生になりたかったのもねあって、自動車学校の教員をしてて、そこからですね20歳に外食産業に入りまして、脱サラをし、その34歳に脱サラをした時にですね、ちょうどこの美容に出会うわけなんですけども、まあ自動車学校の教員もしたりですね、外食産業をしたりしたことによって、非常に、ね、たくさんの方々をこうトレーニングするっていうんでしょうか、そのたくさんの方々をこう育てるっていうことにね、すごい機会をいただきまして、それがですね、今実はこのメイクアップの業界でも生かされてるって自分で思ってます。で、特にですね、僕は父子家庭で34から17年間父子家庭でずっと娘をね、3歳6歳の娘を育て上げて、で50歳にしてやっとね再婚ということで、まあ、そんなことですね、僕今自身ですね、会社を経営しながら、アーティストとしては KYC カメラマン表現者でから、講師コンサルタントをさせていただいたり、自分のですねやっぱり見た目というものをどういうふうに変えていったらいいかということをかなり意識してね、そしてですね、まあ、今ちょっとたくさんいろんなことで、ね、情報発信をしてますんでね、さあ見ていただいているあなた、化粧ってあなたにとって何でしょうかとちょっと考えていただきたい。本当にめんどくさいものっていう人が非常に多かったんですね。眉さえうまく描ければ相当ですねメイクの悩みを解消できるということで、僕は美眉メイクっていうの、第一章にはやっぱりメイクっていうのはすごい影響力あるんですよ。それから人生を変えるだけの効果があるんですよ。で、第二章はですね、基本的なプロのメイクアーティストがするような、基本的なメイクのテクニック、それから、特記すべきはこの第三章第五章にですね、ノータイプメイクという今までの業界にないものをですね取り入れてるというね、27ページにある誰に何と言われようともあなたはあなたでいいっていうのと、第五章130ページの3つの顔を持つと魅力の可能性が広がるということをちょっとお伝えします。地味なメイクやなって、あの人地味やなって思う場合、派手なメイクやなと思う場合、それからちょっと怖いな、きついなって思う場合、それと同時にあなた自身が言われたことないですか、友達に、あんたもうちょっと化粧ぐらいしたらとか、もうちょっとこう口紅に色を塗ったらとかさ、まあ、いろいろ言われたことないでしょうかね。それともケバイから抑えたらその唇浮いてるよとかね、まあ、そうやって友達に言われたり、メイク怖いから緩めたらとかね、人によって見方が違う、一つのメイクを見ても人によって見方が違うって、これなぜやと思いますか。この3つが複雑に絡み合ってるので、同じ人のメイクを見ても皆さん感じ方が違うってことが、潜在意識にアプローチする池端式コミュニケーションメイクです。それと一番大事なのは、このノータイプに当てはめる自分のメイクが理解できると、非常にですね自分の魅力っていうのが、本来の魅力っていうのがどん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 出てくるわけです。あらゆる生活シーンに役立つような 1,2,3 控えめシーン、華やかシーン、凛と立ち向かうシーンの顔を作れるということ、何者にもチェンジできるって、これが面白いところ。人はギャップに惹かれるわけです。付加価値としてリンゴのいいところ、バナナのいいところをみかんに合わせたミックスジュースを作れることもできる。あなたの顔の上で3つの顔をまず体感してください。自分はこうやと思ってる自分のですね壁を破っていくために、まず顔を変えましょう。人生は白か黒かではないです。人生はグラデーションです。メイクもそうで、商品買ってもらいたいなって言った時に、相手のノータイプに自分のノータイプを合わせていくという、相手のノータイプに周波数を合わせて、相手の好まれるノータイプが好まれる自分の顔を作るっていう、そういう選択もできます。これ実は相関性があって、ノータイプはノータイプ、このノータイプに好かれるとか、このノータイプに憧れるという、そういうね、部分もあります。まあ、分かりやすく言うとこんな感じですね。耳タイプ、あなたはどんなタイプ、知的って言われたいですか、目タイプ、かっこいいって言われたいですか、それとも手タイプ、大好きとか雰囲気でって言われたいですかっていうふうにして大きく分けてですね、で苦手な人もやっぱり出るわけですね。そこを意識しながら調整を取る、まあ、こういったことで3つのタイプのメイクができるとですね、人間関係のバランスをよく取れる。ノータイプの診断表っていうのもつけてます。何かこう商品を買っていただくときに、ここをちょっと理解しておかないと、いろんなデータとかそういうものがですね、揃ってると非常に購入しやすいわけですね。耳タイプ、これはですね、眉などにシャキッと感が出てる人多いんですよ。顔は柔らかいのに眉尻だけがすごくちょんちょんになってるとか、だから違うタイプの方に意識を回すっていうのが非常に大事。まあ一つのコミュニケーションで言うと思いやりになるか分かりませんね。人間関係をスムーズにするコミュニケーション、
をスムーズにする、それから自分の、メイク見た目をですね、人間関係に合わせて、どういうふうなメイクをしていったらいいかとか、どういうメイクをしてどういう会話をしたらいいかっていう一覧表にした表なんですね。まあ、そんなふうにしてですね、3つの顔で無限の可能性を作るというね、で3つの脳タイプメイクができるようになるとですね、この3つの脳タイプへの対応術が分かるようになります。なぜかというと、この脳タイプの耳タイプの人に好かれるメイクはこのメイクでいこう、こういうふうにして自分の顔を変えていけるわけです。わかりますかね。それから職業的なブランドカラーってあると思いますけど、同じように職業柄に応じたメイクも3つの中でどこをチョイスすればいいかということも自分で冷静に判断できます。そういうことで人間関係が良くなったり、お仕事に生かしたり、人生の運がアップしますよ、と